にちは。シアレスの番組の田中です。よろしくお願いします。お願いします。はい、今回中古車にハイエースではなくてハリアーが入ってきたんで紹介の方していきます。はい、で今回なんですけど、こちら平成30年式ハリアーですね。でグレードがプレミアムで、2000cc 肉のガソリン車の5人乗りになってます。はいはい、そんな感じです。で結構細かい部分カスタムされてて、それをちょっと紹介していけたらなと思うんで。そうですね。はい、まずボンネットの方を見てほしいんですけど、はい、ここがもうすでに変わってます。エンブレムもトヨタのエンブレムに変わってます。おお、はい、で全イメージ変わりますね。もうね、正直ちょっと現行な感じの見た目になってますね。はいはい。で、オプションですね、うん、オプションになるんですけど、まずパールホワイト、これがオプションです。ボディがね、はい、はい、ちょっとルーフにしてほしいんですけど、今うっすら開けてるんですけど、サンルーフ、あ、ムーンルーフですね、はい、ちょっと大きいタイプのね。そうです、大きいタイプのムーンルーフがついてるんですけど、はい、これがオプションです。はい、はい、で LED ヘッドライトもオプションで、内装でいうとシートもオプションになってます。ちょっとそれは中、後で行きましょうか。はい、こんな感じですね。で、後ろも一応後で説明させていただきますけど、パワーゲート、これもオプションでついてます。はいはい。で、エアロールですね、フロント。はい、フロント、これこちらモデリストさんのフロントリップがついてます。うん、はい。で、結構これで重厚感が出て大きいエアロっていう感じになってるんですけど、うん、それに合わせて、このサイドですね、サイドもモデリストさんのサイドスカートがついてるって感じですね。やっぱ統一させてる方がやっぱかっこいいですね。そうですね、うん、で、この車両ローダウンもしてあります。ああ、車高落としてるんですね。はい、田辺さんというところから出てる車高調がついてます。はいはい。で、ホイールも変わってて、ホイールがワークさんのランベックですね。で、タイヤサイズが225の4520なんで、ホイールは20インチですね。245ですね。あ、ごめんなさい、245ですね。4520ですね。はい、やっぱ大きいですね、20インチ履かすと。20インチ大きいですね。はい、で、すごい綺麗。まあ、もう正直ボディ自体も綺麗だよね。うん、やめるように見てもらいたい。はい、で、後ろなんですけど、もちろん仕上げさせてから買ってます。ハイエースちゃうのにね、ハイエースの中に貼ってます。はい、でそのまま後ろ行ってもらうと、後ろのエアロになるんですけど、こちらはモデリストさんではなくて TRD さんです。あ、はい、でフロントの、フロントとサイドはモデリストで、リアだけ TRD とかですね。うん、はい、でマフラーも変わってます。あ、はい、でもかっこいいですね。はい、めちゃめちゃかっこいいです。でこれパワーゲートが、そうです、ここから中になるんですけど、こうやって開けてもらった時にパワーゲートですね、自動でね。はい、すごい綺麗ですね。結構広いんで、まあゴルフバッグ2個ぐらいだったらこの向きで置いてもらえそうですね。うん、はい、すごい綺麗で、ここにね、そうです、パワーゲートのスイッチがあるんで、あとはこれもついてますね。ここをこうやってやってもらうと中が見えないように。あ、はい、で閉めるときはさっき映してもらったボタンを押してもらったら、そのまま閉まっていきます。うん、っていう感じですね。高級車ですね。高級車ですね。でこれが先ほど言ってたシートですね。そうですね、シートですね。だいぶ中もこう、まあ、ルーフ部分は全部ピラーで黒になってるんで、結構大人な感じになってるんじゃないかなと思います。ナビもね、ちょっと大きいやつついて、はい、それパナソニックさんのナビですね。あ、はい、それがサンルーフです。すごい綺麗ですね。めちゃめちゃ綺麗です。でもちろん ETC バックカメラもついてるので、うんうん、運転に支障はないと思います。どうでしょう、これ走行距離どれが走ってるんですか。はい、走行距離なんですけど、はい、6300キロですね。6300キロ。はい、全然走ってないですね。全然走ってないです、うん、でこちらあの CRS のユーザー様のお車になってまして、あ、そうなんですね、買取をさせていただいたんで、前オーナーさんがどういう風に使用されてたのかも分かってるんで、ぜひぜひそういうのも聞いていただければ。そうですね、はい、
あの見て分かる通りすごくこだわったカスタムをしていただき、それにプラス綺麗に乗っていただいてるんで、お車としての状態もすごくいいですし、うん、やっぱこう車としていいオーラが出てますね。ね、はい。ほんなら価格を教えてもらっていいですか。はい、この車両の車両本体価格が339万円です。おお、はい、全然走ってなくて339万。そうです。でカスタムはもちろんもういっぱいしてあるので、はい、ぜひ、まあ、これはそうですね、動画ではちょっと分かりづらい部分もあると思うんで、ぜひあのお電話でも大丈夫ですし、ご来店であのご予約していただいて、ちょっとハリアー見に来たいんだけどって言ってもらえたら、僕はあのお時間お作りさせていただきますので、はい、そんな感じでお問い合わせの方よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。